どうも、フリマこと、アースガーです。今回ですね、焦りを見せる世界のお困りの勢力、中国と覚悟が必要な日本、その26です。お調子は急いで対応しないと2024年の日本の大事件が起きてしまうというところなんです。前回に続き世界のお困りの勢力の話です。概要欄の動画をご覧いただくとより理解が深まるんですが、ここまでに触れたロシア・ウクライナ編にも絡みますが、世界のお困りの勢力は病気、食料、戦争なども含めて様々な計画を立てて、人口抑制、一部の者たちのお金儲けのために動いていることを前提にしてご覧ください。2023年4月10日アメリカは50億ドル余りの資金を投じ、あの病気の新たなワクチンと治療法の開発ペースを加速。計画の名称はプロジェクトネクストジェンと呼ばれ、将来的に脅威になりかねないあの病気などに対する防御を高めることを目的とするそうです。果たして字面通りの目的で正しいのか、個人的には疑問があります。これも同日ですが、トランプ政権の国務長官だったポンペオ前国務長官が、米軍の派遣も含め台湾を助けるためにできることは全て行うべき、台湾に侵略があれば日本はほぼ間違いなく巻き込まれる、いざとなったら台湾、日本、オーストラリア、韓国を守るために米国は全力を尽くさなければならないと発言。4月11日にはイタリア政府が急増する移民が増えたことで6ヶ月間の非常事態を宣言。今年に入ってアフリカなどからの移民が急増し、3万人以上がカイロで到着。基本的にヨーロッパの場合は、以前の動画で話したように、一度 EU 圏内で移民の入国が許可になったら自由に EU 圏を行き来できる宣言協定があります。ここにも世界のお困りの勢力で1990年代からウクライナに投資をし、2014年にウクライナを乗っ取り、日米などのお困りの勢力にも投資をする投資家のジョージ・ソロ氏の影響がありそうな話です。ソロ氏は1990年にイギリスの中央銀行イングランド銀行にポンドを売りまくり、イギリスの金融を追い詰めたことで有名ですが、その前に今のユーロにつながる欧州通貨制度にイギリスは参加して、その後に脱退しています。そこも踏まえると、この移民一つとっても世界のお困りの勢力にとっては、移民が増えることで治安が悪くなり、人口抑制、金儲けにつながることになりそうなんです。同日にはこれまた世界のお困りの勢力の一つ、世界経済フォーラムのメンバーであるカナダのトルドー首相の財団、トルドー財団が3月時点で中国から献金を受けていたことが発覚。それによりこの日に寄付金を返還する作業をしたトルドー財団の理事会、理事長、CEO が全員辞任。2016年に中共顧問のチャンビン氏がトルドー財団に寄付していましたが、トルドー首相はそれを知らなかったそうです。ただトルドー首相は同年にチャン氏に会っており、100万ドルの寄付を受け取っていて、2014から2016年の間にトルドー財団の寄付金は10倍に増加していました。ここも世界のお困りの勢力と中国の癒着ぶりがよくわかる話です。4月12日には世界最大の大手ファンドブラックストーンが過去最大規模の300億ドル4兆円のファンドを組み上げました。これだけのファンドを組み上げて、一体今後ブラックストーンは何に投資をするんでしょうか。これも同日ですが、日本の西村康稔経済産業大臣はお困りかもしれない AI チャット GPT を機密情報の取り扱いなどの懸念が解消されれば、国会答弁の対応などへ活用を検討していく考えを示しました。一応機密情報の取り扱いという前置きをしているだけに慎重な部分がありますが、海外では問題が指摘されているチャット GPT を使うのは大丈夫なのかという話です。日付は遡りますが、3月24日に現代ビジネスにおいて米中で戦争が起きた場合に、実は圧倒的死者が出るのは日本という記事が出ました。ジャーナリストの布施友人氏のこの記事によると、1962年に米空軍が作成した1958年台湾危機の航空作戦というタイトルの報告書によると、米軍の作戦計画では中国沿岸部の航空基地への最初の核攻撃は沖縄の嘉手納基地とフィリピンのクラー基地から出撃することになっていました。そうなると台湾有事が起きた場合、日本も巻き込まれることになるし、自分が折に触れて取り上げるあの2062年の未来人の予言でも、第3次世界大戦の前に中国と日本の軍事衝突はありますか。あるならそれはどう収束する
という質問に対し未来人がある。序盤、アメリカ、日本が応戦するが、最強国家インドが鎮圧と答えています。このあたりは関連性があるのではないでしょうか。4月13日には今年の東大入学式の祝辞挨拶で世界のお困りの勢力と関わりがある馬淵俊介氏が登壇しましたが、馬淵氏の経歴がだいぶお困りでした。馬淵氏は東大を卒業後、JICA入校、マッキンゼー&カンパニーの日本南アフリカオフィス、世界銀行在職前後に公衆衛生修士博士号取得、2019年からビル&メリンダ・ゲイツ財団で勤務し、2020年10月から2021年4月末までゲイツ財団を休職し、あの病気のパンデミック対策に向けた国際システムを改革する独立パネルの事務局中心メンバーとして日本政府とタッグを組んでいました。経歴だけ見ても世界のお困りの勢力との関わりがあるので、こういう方が東大の祝辞挨拶をするのはどうかと思うところです。4月13日にはあのゲイツ氏が主導した2009年の人口抑制会議にも参加した世界のお困りの勢力の一人である投資家のウォーレン・バフェット氏が台湾の半導体大手である TSMC 株を売却、その理由を問われて口ごもっていましたが、軍事情報を持つアメリカ上院議員が一定の期日までに決められた株の量を決められた価格で売るプットオプションを行使していました。要するに台湾で戦争が起きる可能性があるから株を売ったという見方になっています。4月14日にはそのバフェット氏は日本の総合商社に対し化石燃料への投資を強化するように指示したことが発覚。去年11月時点でバフェット氏は伊藤忠商事、丸紅、三井物産、住友商事、三菱商事の株を 6% 以上まで買い増していて、発言権が増している中でこの動きが出ているので、世界のお困りの勢力の狙いである石油などの資源で金儲けをしたいのかもしれません。同日にはケネディ元大統領の甥であるロバート・ケネディ・ジュニア氏がネット番組で発言、ワープスピード作戦は保健福祉省ではなくペンタゴンと国家安全保障局が実行していたと述べました。これは一体どういうことなんでしょうか。これも同時ですが、あの子供好きのジェフリー・エプスタイン氏にしても関連の訴訟で投資会社の JP モルガン・チェースの幹部が金融機関が提携を解消する数年前から当時の顧客であったエプスタイン氏の性的虐待や人身売買の疑惑を認識していたとする新しい法定書類を提出しました。これも非常に気になる話です。これまた同日ですが、民主党の州であるアメリカワシントン州で SB5599 という法案が可決、これもお困りの内容となっていて、州は子供の性転換手術に同意しない場合、合法的に子供を親から引き離すことができるものです。全ての民主党員は賛成に票を投じ、全ての共和党員が反対に票を投じました。4月16日にはオキーフメディアグループの CEO でものすごいスクープを連発するジェームズ・オキーフ氏がビバリーヒルズのフォーシーズンズホテルでトランスジェンダーで女優・コメディアン・ TikTok インフルエンサーのディラン・マルバニー氏にインタビュー。マルバニー氏は大手ビールメーカーアンバサダー・ブッシュの主力ブランドバドライト広告キャンペーンの一環として同ブランドと提携していますが、提携を発表した後、激怒した保守派が同商品の不買運動を開始、その動きが拡大し株価が急落していました。そんな状況でオキーフ氏はワシントン州の女性刑務所内でトランスジェンダーの男性囚人によって女性囚人がレイプされているという報道を行った後にマルバニー氏にインタビュー。都合が悪いのか、マルバニー氏は逃げるようにその場から去りました。ちなみにマルバニー氏はバイデン大州長と2022年にトランスジェンダーの権利について話をしていました。4月17日には FOX の元アンカーだったタカ・カールソン氏が自身の番組で昆虫食について取り上げ、世界経済フォーラムのトップ変態シュワブさんことクラウス・シュワブ氏などの気候変動対策で昆虫を食べようという話や、オランダ国民がそれに反発し、以前の動画で取り上げた彼らが支持する農民党が選挙で勝利し、世界経済フォーラムとズブズブなオランダ与党の動きに影響を与えている話などに触れました。その中でコオロギの次はネズミ、ミミズの肉が食べ物に入れられるかもしれないという指摘が出ました。世界のお困りの勢力の考えることは本当に恐ろしいと思う次第です。同日にはカールソン氏がイーロン・マスク氏にインタビュー。その中でマスク氏がツイッターのあらゆる側面に対して複数の政府機関が
完全なアクセスを持っていたと暴露。さまざまな政府機関が事実上ツイッターで起こっていることに完全にアクセスしていたことは信じられなかった。私はそれに気づいていませんでしたと発言。カールソン氏はそれは人々の DM も含んでいたのですかと尋ねると、そうだとマスク氏は答えたんです。このインタビューではカールソン氏がツイッターの運営や Facebook についても答えましたが、ツイッターの運営については 80% の従業員が去ったことに関し、実際ツイッターを運営するためにはそんなに多くの人間は必要ないことが分かりました。でも 80% は多いですよ。つまりニューヨークの検閲にあまり気を使わない偉大な活動家組織を運営しようとしていなければ、実際に多くの人員は必要ないということですと答え、Facebook についてはカールソン氏が Facebook の CEO のマーク・ザッカーバーグ氏が検閲を好まないタイプだという指摘をしつつ、言論の自由に関する質問をしたところ、マスク氏はザッカーバーグ氏は昨年の選挙において4億ドル以上を民主党支援のために投資したと言われています、これは公正な行為とは言えないだろうと返しました。また AI の危険性についてもマスク氏は語っており、文明を破壊する可能性がある、規制は問題が起こってから施行されるがそれでは遅い、 Google は安全性を考えない、創設者と仲違いした、チャット GPT はもはやマイクロソフトと民主党がコントロールする営利企業という話をしていました。世界経済フォーラムの AI の話でも触れましたが、世界のお困りの勢力が人口抑制、金儲けのために使用すると人々の思考や世の中の流れにも影響するということになりうるという話になります。これも同日ですが、そのマスク氏が率いるツイッターはアメリカメディアの CBC に対し政府系メディアのラベルを貼りました。実はこれ以前にツイッターはアメリカの公共放送サービスの PBS や公共放送ラジオ局の NPR も同様のラベルを貼られ、ツイッターからの撤退を表明していました。これに対し CBC がそんなことはない、我々は 30% は自分で賄っていると主張しましたが、マスク氏はそうだったら 69% の影響でいいねと 69% 影響のメディアに変更。そこからトルドー首相が出てきて CBC をラベル付けしたことを記者会見で非難。世界経済フォーラムのメンバーであるトルドー首相には都合が悪いのかもしれません。4月19日にはトランプ政権の国家情報長官だったジョン・ラトクリフ下院議員があの病気の武漢研究所からの流出説を陰謀論とレッテル貼りしたお困りの感染症の権威アンソニー・ファウチに関する証言をアメリカ議会でしていました。その理由としてラトクリフ議員はファウチ氏などのお困りの方たちは不要な注意を向けられたくないそうで、欧米のウイルス学者と武漢研究所の研究者との関係やその研究の一部の資金源に関して知られたくないそうなんです。これも同日ですが、アメリカのブリンケン国務長官がブーメラン発言。広島と長崎は1945年の原爆投下によってもたらされた未曽有の惨禍を日本人と共に思い起こさせてくれる場所ですと述べましたが、そもそもこの原爆投下は1944年9月18日の文書で、日本が降伏するまで日本人に対して使用されるという内容が出ていました。ブリンケン国務長官もなかなかのブーメランの使い手の模様です。同日にはこれまたマスク氏がツイッターのポリシーを変更し、トランスジェンダーの性別表示などに関するポリシーを削除しました。これに対しトランスジェンダー団体はこの決定を批判。相当に世界のお困りの勢力の目的である人口抑制、一部の人間のお金儲けには都合が悪い模様です。これも同日ですが、民主党の州であるニューヨーク州のニューヨーク市長エリック・アダムス市長が二酸化炭素排出量削減の一環として家庭で購入できる食品の量を厳しく制限することを宣言。2030年までに市の機関全体で食料購入による炭素排出の絶対量を 33% 削減するそうですが、これも世界のお困りの勢力の食品危機を演出する目的のために行われているのではないでしょうか。4月20日には CDC の所長であるワレンスキー所長がアメリカ議会であの病気のワクチン接種者も実際にあの病気を広めると証言。これは以前のワレンスキー所長の発言とは真逆の内容となっています。一体これはどういうことなんでしょうか。これも同日ですが、世界のお困りの勢力に抵抗するトルコの内務大臣が現在のアメリカなどについて、アメリカは世界中で嫌われている、
ヨーロッパなどというのは存在しない、アメリカに言われた方向を向くだけだと批判。個人的には世界お困りの勢力がお金を使ってアメリカ、ヨーロッパをコントロールして彼らにとって都合の悪いことを封殺するのではないかという気がします。4月22日にはタッカー・カールズ氏が自身の番組で2020年の大統領選挙に関して取り上げました。大州長が息子のハンター氏の PC がロシアの偽情報だと討論会で述べたんですが、それが全くの嘘である、しかもブリンケン国務長官の選挙妨害だったという話が出ました。その件は元 CIA 副長官マイク・モレル氏が下院司法情報委員会で証言し、ジム・ジョーダン司法委員長やマイク・ターナー情報委員長を含む議会指導者たちはブリンケン国務長官に声明の起草に関わった人物を特定し、それに関連する全ての文書を提出するように要求しました。ここまでが26本目ですが、27本目も引き続き世界のお困りの勢力の話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。